はい、こんにちは。今日は心理学の話をしていきます。与える人の極意っていう、そんなタイトルでやっていきます。アダム・グラントさんが出した書籍で、ギブ・アンド・テイク、与える人こそ成功する時代っていう本が一時期ブームになって、人にいろいろ与えるぞっていうのがいいことだっていう風に流行った時期っていうのも、心理学とかの本が好きな人の間で流行ったりしました。ところがこれですね、実はスタンフォード大学の方でその与えるっていうことがどれくらいその意味があるものなのかっていうのを調べた結果、与える時の目標設定っていうのを間違えると逆効果になりますよと、つまり成功するどころか自利品になってしまって精神的にも貧しくなるし、自分の気づけばお財布が空っぽになっちゃうよっていうふうなことが言われたりしてるわけなんですよね。僕普段コーチングとかの話の中で、その目標っていうのは具体的な設定をしない方がいいですよと、曖昧でもいいんですよっていうようなお話をしたりしてるんですけれども、今回のそのアダム・グラントさんの話をよくよく掘り下げていくと、与えることに関しては具体的に決めた方がいいんじゃないかっていう話が出ています。でこれは例えばなんですけど、世界中の人々を幸せにするとか地球を守るみたいな、まあ確かに地球っていう何を守るかって具体的かもしれないですけど、地球のじゃあ何守る、地球のどこの何をどのくらい守るのって言ってすごいふわっとしたりしてますよね。だから大きすぎる目標、抽象的すぎる目標だと幸福度とか意欲っていうのが下がってしまうんですよね。それなぜかっていうと、現実と乖離していってしまって、どの程度やればどの程度与えることができればいいんだって落としどころが分からなくなって、結果意欲が下がってしまうっていうことなんですよね。だから与えることって、確かに人にプレゼントをあげるとか何かに貢献をするとかってものすごくこう満たされるじゃないですか。幸福度も高まっていきますし、で与えることによって皆さん自身が何か幸福度を高めていきたい、得たいというものであれば、例えば、皆さんが住んでいる地域の子どもたちを笑顔にするとかですね、まあ、小学校とか中学校の子どもたちを笑顔にするとか、自分の母校に寄付をするとかっていうふうに、どこに何をどのくらい与えるのかっていうことを具体的に設定していくっていうことが大事になります。ところが与える際のさらに注意点としては大きく2つあって、1つは与えすぎて自分が犠牲にならないこと。物的な何かをあげるってなったら、それを買うための購入資金っていうのが必要になりますよね。その購入資金っていうのを、自分の資産を全て使い切っちゃうとか、あるいは借金しててもそれを出すっていうのは、これは本末転倒になりますんで注意してやめましょうということです。それから見返りを求めすぎる打算的なギブになってしまうっていうことが、これは良くないということです。だからあんだけ貢いだのになんで抱かせてくれないんやっていう、夜のお姉ちゃんを買いに行くね、中年なんちゃらのね話とかもあったりするんですけど、それはだってあの人たちはお金で割り切、お金じゃない仕事として割り切ってるわけですから、それはいくら与えたところでって、なんでそんなことしてみて、これ結構連れてかれたりとかすると分かっちゃうんですよね。まあ、そんな話はいいとして、自分が与えることによって何かを返してほしいみたいなことを考えている人って、やっぱり受け取る側もそれを分かってしまう節がありますんで、この人には何も返したくないなっていう気持ちがやっぱり芽生えてしまうというような話になってしまいます。ですから与える以上は相手の幸福っていうのを願うというのが大事なポイントになります。で与えることによってその人が喜ぶ姿とか笑顔になっているところをあなたは見れるわけなので、あなた自身は心の豊かさっていうのを得ると、結局はお互いがウィンウィンな関係になれるものなので、ぜひ与える際には具体的に誰にどのくらいどんな時に、なぜ渡すのかっていうような具体的な目標設定をしてみてください。捕まっちゃいましたけど、牧原のりゆきさんの出している僕が一番欲しかったものっていう曲、これ僕が一番好きな曲なんですけれども、まあ、その曲を英語バージョンでもいいですし、その牧原さんが実際ご自身で歌っている方、英語、もともと英語、牧原のりゆきさんがブルーっていうアーティストグループにギフトっていう曲として提供したんですよね。そちらで聴いても感動しますし、牧原さんが和訳した曲として聴くのも感動するんですけれども、結局その自分が何か手に入れた時にそれを人に与えると、相手はどうなって、それをやり続けていくと自分はどうなるかっていうのを5分弱の曲でですねまとめているんで、ぜひですね今日の話っていうのがこれとつながっているんだなっていうことが多分おそらく理解していただけるかと思いますので、ぜひ聴いてみていただけたらと思います。もうこの曲なんで好きなのかっていうのが、僕が好きなのかっていうのは多分聴いていただいた皆さん多分理解いただけるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひ、ブルーのギフト、もしくは牧原のりゆきの僕が一番欲しかったものという曲聴いてみてください。ということで、本日はギブに関するお話をしていきました。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本
日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。